よく飛ぶんですが、大下さん、この松永のねダイビングキャッチ良かったんですけども、この後ですね、微妙ですね、いいプレーなんですけどね、送球が少し高かったのかな、ずれてますか、ちょっと離れてますね、はい、それでやはりね、今ワンバウンド、さあワンアウトランナーは一塁、2番のジョーがバッター、広沢ハウエル、そして池山がカンバック、そして橋上ハドラー、そしてピッチャーの伊藤です。今日ははじめ2番に松本修一郎が入っておりましたが、左の湯船ということで上にスイッチしてまいりました。まあ今日は飯田が1番に入って2回出塁してるんですけども、はい、やはり後半戦のヤクルトの攻撃のなんとポイントを握ってるというのは僕は飯田だと思いますね、はい、飯田が出てそして走ればね、またヤクルトっていうのは得点力出てきますからね。バットしました。今バッティングだけではなくて、やはり守りの面でも、はい、全ての面で彼の力というのは今のヤクルトにはやはり欠かせない力だと思うんですね。そういう意味で前半戦ほとんど働いてませんから、はい、まあ元気の強さを発揮してくれるかどうか飯田。そして、まあ、前半戦はあまり期待していなかったジョーがよく働いてくれたよという野村監督の言葉もありましたが、このジョーが2番を打っています。こういうケースで走られるのが一番嫌なんですよ。なぜかというとキャッチャーの軌道の肩が衰えてますので、こんなところで、ね、走ってくれるのが一番嫌なんですね。だからそこのところ湯船がね、うまくこう気持ちを削いでるっていうんですかね、はい、だからこれ強った気持ちで今日のゲームに臨んでると思いますね、はいはい、さあピッチャーとランナーの攻防です。前半戦も最後の方、7月の10日からこの広島戦から1ヶ月ぶりスタメン、その時には1号ソロホームランも放ちました。それから6試合連続ヒットを放っておりましたが、7月18日の試合は結局ヒットがありませんで、また出直しだな、そんなことも語っていました。飯田走った、ヒットエンドラン、